Let's go. ジョブチューン R。 ぶっちゃけ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 。こんばんは、田中みな実です。この番組はあらゆるプロフェッショナルが知られざるその職業の秘密をぶっちゃける TBS テレビで放送中のジョブチューンのスピンオフ番組です。毎週ゲストをお迎えしてテレビでぶっちゃけた話やそこでは話しきれなかったことをぶっちゃけていただきます。本日のゲストはコーヒー職人バリスタの伊崎秀則さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは去年行われたバリスタの世界大会で日本人初となるチャンピオンの座に輝いた伊崎秀則さんとぶっちゃけ。それでは早速参りましょう。コーヒー職人伊崎秀則さんのぶっちゃけ。今流行っているコーヒー豆は、Let's go. 猫の糞の中にあります。あー、なんか聞いたことあります。あの、はい、なんだっけ、ジャコウネコ。そうですね、はい、ね、ジャコウネコの、糞の中にあるコーヒー豆のことですね。それなんていうコーヒー豆なんですか。それね、コピルワックって言います。へえ、はい、なんかすごく高いと貴重なものだって聞いたことはあるけど、はいはい、どんな味なんだろうって飲んだことないので。そうですね、まあ、あのすごく希少価値の高いコーヒー豆でして、うんうん、やっぱり猫 の糞の中からこう、ね、あの消化されたコーヒー豆取ってそれを洗ってっていうことをやってますんで、うん、まあ、すごい独特 の、 やっぱあの深みのある味わいなのかなと思います。それでも発酵されてるんですか。はい、そうですね、だからあのお腹の中に一回通ることによって、うん、まあ、そのまあ、いい発酵作用がそのコーヒーにもたらされてるのではないかと言われてるらしいです。へえ、そのバリスタの伊崎さんが飲んで、うん、それは酸味が強いとか、なんか何が強いんですか。なんかね、まろやかとか。全体的に、いや、まさしくね、まろやかって感じです。そうなんですね。ちょっと土臭い香りはしますけど。へえ、はい、あんまりバリスタさんでも飲まないんですか。いや、飲めないですね。やっぱ高いので、やっぱり。いくらぐらいですか。いや、大体、1万円とか普通にしますよね。1万円？豆で買うと、はい。1万円くらいしますよ。豆どのくらいでですか。確か 200g、 ごめんなさい、僕もちょっとはっきりとした値段覚えてないんですが、うんうん、確かそれくらいしますね。もう一般的なコーヒーと比べたらもうベラボーに高い、ね、いやいや、ベラボーに高いです。ベラボーに高いですね、はい、そうですか。ものすごい高いです。はい、はい、あのバリスタってそもそも、まあ、コーヒー職人さんのことをバリスタって言うんですか。はいはい、そうですね、まあ、コーヒーのプロフェッショナルのことだと思います。コーヒーのプロフェッショナル、はいはい、なんか定義はあるんですか。元々は100年前にイタリアで生まれた言葉で、バールで働く人、バールイスタ、バールっていうところはまあそのイタリアのまあコミュニティの場所ですよね、うんうん、カフェ出したりとか、うん、あとパニーニ出したりとかジェラート出したりとかお酒出したりとか、はい、そういう場所で働く人のことをバリスタってさせてたんですけど、今ちょっと時間、まあそのね、まあ、の時代の流れもありまして、まあ、バリスタっていうのはよりそのコーヒーに特化したあのコーヒーのプロフェッショナルでありサービスマンであるっていう認識が今世界では多いですね。なんか資格があったりするんですか。実はないですね。これがないとバリスタとは名乗れないっていうのは実はないので。ないんですね。はい、実はありません。だからいつでも名乗れます。だから僕がバリスタですって言ってしまえばバリスタだし。へえ、なんかテストとか、はい、まあ、一応それらしいものも、あ、それもあるんですけど、うん、まああの明確にはないです。これなければ言っちゃダメです、アウトですということではないので。へえ、はい、でも伊崎さんはなんかチャンピオンになられたっていうことですけど、 ね、それは何のチャンピオンなんですか。はい、それはね、あのワールドバリスタチャンピオンシップと呼ばれる、まあ、あの味と技術とあとプレゼンテーションですかね、うん、プレゼンテーション、はい、そのコーヒーのご説明だとか、うん、そのカスタマーサービスとかそういうことも全て含めたコーヒーの総合格闘技みたいなもんですか。うわー、かっこいい。世界大会というものがありまして1年に1回開かれてます。へー、はい、ってことはそのプレゼンテーションは英語？英語です。はい、もう共通語は英語です。今なんかプレゼンテーションできることってあります？はい、ありますよ。はいはい、どういった感じ？例えば、うん、コーヒーの説明だとか。はい、お願いします。例えば This espresso has plenty of sweetness like sweet chocolate, malt, stuff like that って感じですか。わお、はい、なんかあのこのコーヒーは甘いチョコレートのようなモルトのような、はい、そういう甘さがありますよ、甘みがありますねっていうことですね。はい、まあ、まあ、まさにワインみたいな感じ。その本当の意味でのやっぱり深いコーヒーへの造形と、うん、やっぱりその情熱知識というものが合わさってやっぱ本当の意味でお客様を感動させることができるのかなと思ってますので。
はい、本当にコーヒーがお好きなんですね。好きですね。もうコーヒーがそのもの、自分の人生そのものなので、はい、今おいくつでしたっけ。24です。24歳。お若いですよね。そうですね、はいはい、いつからコーヒーに魅せられたんですか。16の時からこの業界で働き始めて、まあ、実は父が福岡で、コーヒーの、コーヒー豆の専門店やってまして、そういう、うん、はい、もともとコーヒーがすごい身近な環境で育ってたんで、はい、そういった意味ではまあ結構自然だったのかなと今振り返ればですけどね、思います。ではおしまいに、はい、コーヒー職人バリスタになるために必要なものは何でしょうか。やっぱり見た目はやっぱ黒い液体なんですよ、コーヒーって。ただやっぱりその裏にはたくさんの人々が関わってて、やっぱり今はもう生産者の顔まで見えてしまうようなコーヒーなんですね。やっぱそういったやっぱりこう素晴らしいストーリーが詰まった、たくさんの思いが詰まったコーヒーというものを、お客様を笑顔に、そういったコーヒーを使ってお客様を笑顔にするのがバリスタだと思います。愛情と情熱っていうものが今後のバリスタの将来に深く関わってくると思いますので、まあ、バリスタに必要なものっていうのはそういう点じゃないかなと思ってます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、本日のゲストはコーヒー職人バリスタの伊崎秀典さんでした。エンディングのお時間となりました。ここでジョブチューン情報です。来週土曜日2月7日夜7時からTBS テレビでジョブチューン街の超一流店スペシャルをお送りします。深大寺にある蕎麦屋湧水の店主小玉さんは、蕎麦を食べるときに絶対にやってはいけないことをぶっちゃけ。お肉屋さんの吉祥寺佐藤の店長片岡さんは、牛肉の格付けで最高ランクの A5 ランクのお肉は必ずしも美味しいわけではないと衝撃のぶっちゃけを披露します。他にも八百屋さん、魚屋さん、花屋さん、美容室など超一流店のプロフェッショナルが集結し、知られざる秘密をぶっちゃけます。どうぞお楽しみに。お相手は田中みな実でした。それでは来週もぶっちゃけ。